A じゃないか B 面シャープ60です。5秒前4321 A じゃないか B 面、どうも堀口でございます。こんにちは、萩です。さあ、はい、皆様、なんと記念すべき番組放送開始600回を迎えました。そしてこの B 面の配信も60回目を迎えました、はい、すごいね、600回目で60回目ね、すごいですね、うん、この配信が始まったのが番組が500回目を迎える時に、何かしましょうって言ってこのね B 面の配信が始まったんであって、まあ、そこから約2年この B 面も続いてるということでありがとうございます。本当に、そして我々も無事一つ年を取りました。あのここ変わってますかね、年齢ね、はい、カッコのとこ、はい、変わるたびに自分たちで書いて、はい、その年を、はい、お前この年になったんだぞっていうのをなんか分からせられてる。そうなんです、はい、44になりました、堀口でございます。ダメですね、はい、言います、もう35になりました。もう男ってさ、はい、もう40過ぎたらさ、はい、いやもうおじさんな感じでさ、あとは突き進む、はい、50ぐらいまではそんなに気持ちの変化ないと思うね、うんうんうん、あそがそうなんですね。女性の35ちょっと来るでしょ、来ますよ、30からの、まあ、1,2,3 ぐらいまではそんななんですよ。なるほどね、はい、まあ流れでね、そう流れで35はね、うんうん、あのいわゆるアラフォーに入って、ちょっともう一度、アラフォーダメですよ、やっぱね、ダメ、はい、ちょっと距離大事です。でもすごいのがさ、はい、35でしょ、はい、44でしょ、はい、この年齢差までアラフォーだってことだよね。あ、そうそうそう、だからそう、アラフォー世代がお届けするじゃないか。いや、若い人がいないんですよ、ええじゃないかもね。だってスタッフも共にね、あのみんな変わらないから共に、そうなんですよね、上がってますよね、年齢、うん、一番年上のディレクターさんで、ね、50代もう60に差し掛かる、普通の会社だったら定年迎えて、そうですよ、まだまだ早期退職もしてるぐらいのね。いやでもまだまだ現役バリバリです。まあね、うん、20代が AD さんしかいなくなりましたね。しかも途中から入ってきた AD さんですから。そうかそうか、そうですね、そういう感じですよ、ちなみにじゃあ、まあ、44になって、はい、まあ、目標と言いますか、ぜひぜひ、いやもう大したことではしましょう、ありませんが、はい、とにかくですね、人の邪魔をしないように生きていきたいなと。いやこれ結構ね、結構難しい、結構難しくて、しかも大事なことでしょ、大事ですけどね、でも本当に思うの、やっぱね、これ今まで生きてきてて、あ、人の邪魔をしないってこれ大切なことだな。そうですね、今年1年はそれを目標に目標にね、萩ちゃんは、私はだからアラフォーに突入しましたから、そうだな、アイスは1日だから2個限度までにできるように我慢します。精神年齢的には7歳ってことでよろしいですか、はい、もしかしたら5歳かもしれない5歳結構アイス好きだよね好きですよ ね、2個までだったらお母さんにも怒られない。いやダメ、お前か、うちの子ね4歳、うん、お腹結構弱いからもう1個でもダメよ、うん、半分ぐらいお腹は強いいやいや、そういうことじゃない違う、はい、まあそれぞれ体を大事にしてそうですね、はい、はい、そしてこれからも、本当に、ごひいきによろしく、ね、番組も合わせて、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回です。は